はい、11月30日の木曜日、今日は MSCI の銘柄の入れ替えとかが、まあ、大引けにあったので、まあ、5兆円を超える、まあ、出来高になったわけなんですが、まあ、トピックスも日経平均も高値引けになるということでですね、非常に最終的には今日のはマーケットは強含んで終わったといったことになりました。まあ11月、急騰した11月を象徴するようなですね、まあ終わり方になったのかなという感じがいたしますね。で、日経平均の先物も、まあ 33,500 円というところで終わりましたし、トピックスの先物も2376ポイントと。売買高が23億6681万株。売買代金、今も言いましたように、5兆5792億2500万円ということで、まあ、MSCI の銘柄入れ替えで大きく、そして、まあ、最終的に上昇したと。値上がり上位が、海運 2%、証券 1.46、医薬品 1.21、電気機器 1.1 と。逆に下がったのは、紙パルプが 0.56%、サービスが 0.34% ということで、今日は基本的にはですね、非常に力強い、まあ、マーケットとなったように思われますね。アメリカの先物もですね、割と強ぶ、この時間でも強含んでいるわけなんですけれども、まあこのところ、アメリカも日本も割と硬直している中で、今晩はですね、いわゆるアメリカのですね、10月の PCE ですね、これが発表になるわけなんですね。アメリカの PCE が発表になる前に、日本の先物がですね、非常に強含んだっていうのは、まあ、ある意味、何を意味しているのかなという気はするわけですが、まあ、一応 PCE はですね、予想としましては、前年比ですね、市場予想は総合指数が前年比 3%、3.0% のプライスですね。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコア指数が 3.5% の上昇と。いずれもですね、9月の 3.4、3.7 から鈍化するというふうに見られているわけで、利上げサイクルがですね、市場は終了したという見方がですね、まあ、大勢を占めていて、12月の12日、13日に行われるですね、FOMC では利上げがないという見通しが圧倒的に今、強くはなっています。そして、いよいよ12月の2日からはブラックアウト期間に入るんですが、その直前の12月1日にですね、パウエル議長とバー副議長の講演があるということで、果たしてこれでどんなことが、まあ、話されるのかというところですね、これが非常に興味深いところであります。まあ、FRB はずっと2023年末の FF レートの誘導目標を 3.6% っていう数字を上げたまま、これを、この旗をまだ下ろしてないわけなんで、そうすると12月は利上げしないとこの数字にならないわけですから、しかし大方も誰も利上げを予想してないわけですから、まあ、パウエル議長がですね、明日どのような発言をするのか、まあおそらくやっぱり利上げしますなんていうわけはもちろんないんですけれども、ただし来年がもうそれこそ3月が 50%、5月は 80%、そして来年1年間で5回の利下げというのをですね、本当にですね、これ容認するような話になるのかっていうとですね、マーケットはもうそういった事態になってしまっていますね。パウエル議長はついこの間11月1日のFMC の結果発表の後の記者会見でですね、データ次第であるということをまた言った後にですね、利下げはつゆとも考えていない、全く考えてないということをまあ言ったばっかりなわけですね。まあばっかりっていうか、まあ1ヶ月前ですよね、まだ。そして今から10日ちょっと経った日にですね、果たしてどんな話をするのか、まあ非常に注目されるところであります。そしてまあ今日はアメリカのベージュブックも公表されてですね、まあ初めてベージュブックではアメリカの経済の減速傾向を明らかに減速に入っている、まあ一部の地域ではですね減速傾向に入っているってことをベージュブックでも公表したということになるので、こういう公表をしている中でまあ利上げになる可能性はもちろんないわけなんですけれども、しかしながら
ハイヤー&ロンガーという、そのロンガーがどれくらいなのかってことについてはですね、まあやっぱり FRB に近いところの話によると1年程度っていうふうに言ってる人がいると。7月に利上げして9月11月にこれは見送ったってことになると、7月から1年ということになると当然来年の7月っていうことになるわけなんですけれども、このロンガーというのが果たしてどこまでなのか、まあ、市場は3月に 50% の利下げ、5月に 80% の利下げを読んでいるってことになると、だいぶですね FRB が今まで言ってきたことよりは随分前倒しでですね利下げが行われるっていうことを、それも回数多く行われるっていうことをですね、まあマーケットはもうすでに織り込んで、まあ動いているってことになりますね。まあそんな中で今日、まあ日本の市場がですね非常にまあ力強く終わったっていうこと自体はですね、まあ11月を象徴する終わり方になったし、まあハイテク株もなんだかんだ言って今日はですね東京エレクトロンなんかもまあ 0.29%、 アドバンテストが 4.32%、 まあレーザーテックは年初来高値をさらにまた更新して 0.91% っていうことで、まあ日本にじゃあリスクはないのかっていうとですね、やっぱり政治リスクは大きくなってきていますね。やはりちょっと岸田内閣のこの支持率の落ち方っていうのがちょっと尋常ではない。でまあ日本の市場での売買のシェアでいくと、やっぱどうしても外国人の投資家、海外の投資家の比率が高いわけですが、やっぱり海外の投資家の長期資金がなかなかこのところあんまり入ってきてない一つの理由として、やっぱり岸田内閣のですね持続性に対して大いなる疑問、まあ、黄色信号が灯っているということが言えると思いますね。なかなか打開策は見出せていないし、支持率だけ見ているとですね、まあ総裁選が来年の9月といってだいぶ先にあるためにですね、それほど大きな目立った動きは出ていないわけですが、実際はもし本当に総裁選が近かったらですね、こんな状況じゃ済まないですし、ただし、まあ、その総裁選はまだ先であったとしても、地方の選挙はしょっちゅういろんなところで行われている中で、自民党の負けがどんどん続いているっていう状況があるわけで、そうするとやっぱり岸田さんが総理総裁である以上ですね、なかなか地方の選挙でも勝てないと。で、地方の選挙でどんどん負けが込んでくると、国政選挙にも当然大きな影響が出てくるっていうことになるとですね、相当国内にですね、政局になるのではないかというリスクが出てきているわけです。まあ、ですから、まあ、ある意味ですね、アメリカのこのかなり前倒しで金利が下がるということを相当前のめりで、まあ、織り込んできているってことが裏切られる時と、そして日本でいうとこの岸田内閣がですね非常に脆弱な状況になっているっていうこと、このあたりが大きなリスクなんですね。しかし、まあ企業業績とかですね、そういったものに支えられたところからいくと、決して今でも割高っていうことにはならないわけなので、その辺の綱引きとしてですね、今後のマーケットを見ていく必要があるということになります。まずは11月はですね、非常にまあ強い相場になりました。まあ、いよいよ12月、明日から12月になります。まあ、PCE の発表がある。そして、パウエル議長やバー副議長の講演が明日ある。今までこの株高を支えてきているアメリカの金利の見通し、経済の見通し、そういったものですね。これが明日の、まあ、パウエル議長の講演に次第によってはですね、来週大きくそのまま上昇していくのか、あるいは反落してしまうのか、まあ、天下分け目ではないですが、そういった状況になるのかなというふうに思っています。まあ、しかし今日のマーケット見ているとですね、まあ、少々円高になっても輸出関連株も含めて極めてマーケットは強いので、そんなに簡単に下落してしまうようなですね脆弱なマーケットでもない、そういう印象を強く持った11月の最終日となりました。
KIS というですね、オンラインによる投資のサロンの、まあ、メンバーとして私はアドバイザーをやっているわけですが、マーケットが1日終わった後の解説を私やっていたりとかですね、朝一番にですね、マーケットの状況と短期で勝負できる銘柄の、まあ、解説をやったりですね、投資の基本的なことを学べるコンテンツがずらりと並んでいたりとかですね、月額1万1000円ではいいサービスをですねやっているというふうに私はそう、まあ、思っていますが、気に入っていただいたらですね、KIS のサロンの会員になっていただいたらどうかな、まあ、こんなふうにも考えていますので、皆様ぜひこちらの方もご利用いただければ嬉しく思います。